4番の市川が3番手から動いてきまして、後ろから抑えに行った6番轟が今度はペースを上げて叩きに行きます。3番片織も3番手の外までやってきまして、7番の飯田だけが今のところは追走、6番轟が3番片織を突っ張っていくんでしょうか。この2人でのもがき合いへと変わりまして直線帰ってきます。轟が内側、外側3番の片織、まだ並走が続いていますが残りは1周です。内側6番轟の方がわずかに前に出ていきまして、今度は5番の玉木が8人目の力一気にまくってきました。3コーナーで頭に立ちます。8番の長田が追走しまして、3番手7番の飯田が乗り換える最後の直線です。5番の玉木が抜け出す、2番手は8番の長田、3番手は7番の飯田です。5番8番7番です。後ろから押さえていった8番神山を叩きました。前受けから引いて3番三浦も早めに4番手の外まで巻き返していきまして、今度は内をすくっていきます。南関東ラインの空いた内側をすくっていきまして、1番山崎をどかしました。3番の三浦、6番岡原の後ろへとつけました。その3番三浦の後ろ、7番の白川、5番の斉藤、青森勢が続いていきます。 2,3,4 番手が北日本勢、残りは1周です。5人目に9番の渡辺、その後ろに1番の山崎、そして8番の神山ですけれども、関東勢7番手以降です。2番手から3番の三浦が番手まくりを打っていきました。7番の白川、そして5番斉藤の内側を9番の渡辺が伺っていきます。最後の直線に入ります。3番の三浦、三浦はどうやら抜け出し、7番の白川、3着争いどうでしょう。まだ誘導を使っています。後ろから押さえた9番の荒井、前受け3番門脇をようやく引きまして、今度は初手中段にいた7番の川上が車を外に出して9番荒井を叩きに来ます。7番の川上がジャン前で前に出ました。そして3番の門脇翼も早めに巻き返してきました。人気のラインが中段の外まで来ました。3番手の外まで3番の門脇上がっています。残りは1周です。7番川上が最終ホームは取ったんですけれども、背後には3番の門脇、その後ろちょっと1番阿部が口が開いております。最後のバックストレッチに入ってきまして、門脇と川上、この2人の今度はもがき合いですけど、川上が前に出ています。最後の直線です。門脇が2番手の外、その内側を作って4番岩佐、7番の川上が先着です。5番の桜井が下げていきます。さらには6番の染谷も行きます。2番佐藤も5番手の外あたりまで上がってきました。その内側には5番の桜井がいます。その2番の佐藤がかましていきますが、これが1人になりました。2番佐藤がすっと3番手と収まっていきます。前では6番の染谷がもうすでに全開です。9番鈴木が2番手、その後ろに2番の佐藤、そして最終ホームからは6人目の位置から5番の桜井もまくろうとしたんですけれども、これは4番の山本が合わせにかかっていきまして、最後のバックストレッチちょっと桜井厳しくなっています。その4番山本も車を外に出したんですけれども、隊列戻ってしまいました。逃げる6番の染谷、番手からは9番の鈴木で最後の直線です。番手から追い込みを図っていきます9番鈴木ですけれども、どうでしょう、1着争い際どくなっています。後ろから前へ押さえていきました9番榎本を押さえた3番の井上、さらには2番の小野が引いての巻き返しです。小野が今度は前に出ます。そして前受けから引いて6番森田も叩きに行きまして、1周半ほどかけまして最初の隊列に戻りました。6番森田がこのまま前受けから引いてのかましい先行になっていくんでしょうか。しかし最終ホームからは2番の小野が発進です。残りは1周です。小野のまくりですけれども、バックに入ったところで6番森田を捉えました。7番の沼田がおっとっと、8番の高橋が落車しています。2番の小野が先頭、ちょっと2番手車間が空きました。最後の直線と入ってきます。小野はぶっちぎりましたけれども、その後ろが大混戦、突っ込んできたのは5番の深井です。残りは2周、前受けだった2番の坂本は引いて4人目の内側、その外まで短期5番の小松が上がっています。その前にいますのも短期8番の谷田、そして小松の後ろ3番中本も短期、1番の井原坂かましていったんですが、9番の一戸が
ここは合わせてきまして、伊早坂3番手の外川、そして内側スッとすくってきたのが8番谷田。どうでしょう、短期の先行策になっていくんでしょうか。残りは1周です。一の日が内側すくわれました。8番谷田が前に出ています。その後ろ5番の小松、短期の2人が先頭2番手、さらにはまくってきた3番中本、これも短期なんです。短期の3人が先頭2番手3番手で最後の直線に入ります。8番谷田、外からは5番の小松、さらには3番の中本ですが小松です。その短期前受け緑川を叩いて残りは2周、地元勢が前に出ています。4番今泉に8番の北村、その後ろ短期9番の増井、そして2番の阿部が中段、そして引いてからは1番山本が巻き返していきます。1番山本直が叩き返していきまして、4番今泉に迫っていきます。その後ろ7番の山中、さらには2番の阿部が続いていきまして、残りは1周です。地元今泉を叩きました。1番 山本が先行です。番手が7番の山中、そしてその後ろ2番の阿部が3番手からさあまくっていく。2番阿部が短期のまくりとなりました。1番山本を捉えていきました。2番の阿部です。阿部が先頭に立って最後の直線に入ります。2番阿部力は抜け出しました。焦点2着争いですけれども、外から7番の山中かわしています。3番手で1番の山本です。3周半過ぎから動いてきた6番吉武、その吉武を5番の磯島がどうでしょう、叩き切っていくんでしょうか。しかしその後ろ8番川上がどかされまして、4番の河野、番手に収まったのが6番の吉武です。対しまして前受けから1番の栗原は現在7人目の位置、その栗原が車を外に出していきます。7番の大橋がちょっと離れながらもなんとか追走、残りは1周。しかし逃げていますのは5番の磯島、2番手から6番吉武、番手まくりを打っていきますが、さらに上からは1番の栗原乗り越えてきました。栗原先頭に変わっています。そして2番手ですけれども、7番大橋に対して内側4番の河野、さらには9番の山田、最後の直線1番の栗原は抜け出した。2着争いはどうでしょうか。並んでいます。勝ったのは栗原です。7番の柴田がどうでしょう、一旦下げて3番手伺うでしょうか。1番の佐藤がこれで5番手、そして2番の岡崎ですけれども7人目です。最小並びと変わったところは後ろ攻め3番掛け水が前に出ただけです。鐘を迎えています。どうやら掛け水の先行、そして5番手から1番の佐藤和也が行きます。残りは1周です。佐藤和也が最終ホーム手前で動いたんですけれども、7番の柴田が合わせ加減です。さらには2番の岡崎も最終バックでは踏んでいきます。逃げていますのは3番掛け水、これに対しまして7番柴田のまくり、6番の浜口が止めに行きます。さらには2番の岡崎もまくと、おっともつれがあった、最後の直線に入ります。前はどうだ、横一線になっていくんでしょうか。4番近藤と3番の掛け水、残りは2周です。一旦前を切りました8番の柏山、今度は7番の長尾が行きます。ここに2番の田村が乗り換えていきました。8番の柏山4人目です。3番筒井が6番手、前受けから引いた1番吉川は8番手です。鐘を迎えています。中金ラインが先制していくんでしょうか。地元の2番田村は3番手いいとこ取っています。その後ろは福岡の両者、そして最終ホーム手前からは3番の筒井がまくっていきます。残りは1周です。3番筒井のまくり、一旦8番の柏山が合わせにかかります。最後のバックスイッチに入ってきまして、8番柏山、福岡勢が先まくりを放っていく。9番の神田がここは止めに行きまして最後の直線に入ります。逃げる7番の長尾、番手から9番の神田、誕生日おめでとう。対しまして4番の矢口が4人目、その外まで5番の伊藤誠希も上がっています。4番手の取り合いとなっていますけれども、外側5番の伊藤誠希、もう一度行きます。伊藤誠希が6番本田哲也を叩いていく、鐘を迎えていきます。6番本田哲也と5番伊藤誠希、この2人が今度はもがけの様相ですけれども、5番伊藤誠希の方が前に出ました。最終ホームからは4番矢口圭一郎も発進していく。残りは1周です。矢口に対しまして3番の松谷が3番手抜け出したところで合わせにいく。そして2
番シーンも縦に踏んでいきまして、最後のバックストレッチから3、4コーナーに入ります。3人並んでいますがシーンが前に出た最後の直線です。3番の松谷2番手からもう一度差し返そうとしますけれどもシーンです。